ホーム袋駅は、熊本県水俣市袋、長尾2112番地にある必殺、オレンジ鉄道線の駅。駅番号は、OR14。熊本県最南端の駅。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。簡易駅舎を備える、無人駅。海岸に近いことと、九州新幹線開業による、第三セクター鉄道移行が決まっていたためか、 九州旅客鉄道時代末期には駅名標が錆放題となっていた。これは海浦駅、湯浦駅なども同様である。かつては有人駅で木造駅舎が立ち、さらに駅前広場には大きな鉄筋コンクリート製の国鉄館舎、水俣鉄道寮第二水俣層が立っていた。駅舎は1979年に解体されたが、 感謝は JR 九州時代まで残っており、被殺オレンジ鉄道に経営移管された後の2005年頃に取り壊された。現在は感謝跡地は空き地や駐車場になっている。現在の神駅舎は旧国鉄熊本鉄道管理局管内の標準のもので、日後二見駅とほぼ同じ規格の駅舎である。駅南方を少し離れて北西流する境川は古くは 肥後国と薩摩国の国境をなしており、街道沿いには、関所も設けられていた。現在も熊本県と鹿児島県の県境であり、当線の走る境川鉄橋の山側には、当時の国境であった境橋が、今も現存していて車窓からもはっきりと見ることができる。駅前の国道3号線上にある、開業時の地名が由来。袋という地名の由来は、 この地が山に囲まれて袋状になった、小平地が多かったことから、袋になったと言われる。ありがとうございます。